たしろ安定たしろ安定から1928年3月15日は日本の植物学者、民族学者、冒険家。当時ほとんど情報がなかった八重山諸島などの南西諸島で動植物の調査や休館調査を行い、植物学や民族学の発展に貢献したが、その業績についてはほとんど帰り見られておらず、忘却され無視されている。 忘れられた日本人などとされている。沖縄の欠場文字である、わらさんについての研究を初めて行ったことや、宮古島の調査中に宮古商品を捕獲し、その個体が現存する唯一の標本となっていることなどでも知られている。薩摩国鹿児島城下鍛冶屋町に生まれる。1869年にフランス語学者の柴田敬蔵の文化生となり、フランス語などを学んだ。 その3年後の1872年に増士官に入学、後に助教も務めた。1874年に上京、田中義雄に植物学を学んだ。その翌年には内務省の博物局に赴任、日本初の動植物目録の作成に取り組んだ。特に南西諸島の調査に力を入れ、沖縄や種子島、八重山諸島などに出向いて調査を行った。 明治12年から鹿児島に赴任していた県庁の官業課長で、鉱物学者、白ヤナ・ツグモと親しくなる。1884年、ロシア帝国のサンクトペテルブルクで開かれた園芸博覧会の事務官として派遣された。博覧会が終わった後も、田代はしばらくロシアに残り、マキシモビッチなどの植物学者と知り合った。マキシモビッチは田代を、 ロシアの科学アカデミーの会員に推薦するなど、田代を高く評価した。帰国する前に、田代はフランスが、宮古諸島の領有権を主張しようとしていることを新聞で知り、帰国後すぐに権威書を出した。その権威が一応認められたため、田代は1885年から開拓準備や休館調査のために、八重山諸島の調査を行い、宮古島などの八重山諸島の監修。 フード病、動植物の知見を広く収集した。そして膨大な調査資料をもとに、八重山群島急務意見書などの意見書を政府に提出して、同諸島を開発して領有権を世界に宣言するよう訴えたが、政府はその訴えを聞き入れなかった。なおその際に収集された八重山諸島に関する、休館調査の資料は、長らく行方不明となっていたが、2004年に、 台湾大学で発見されたことが報じられた。田代はこれらの資料をもとに、八重山群島級無意見書などを政府に提出したと考えられている。八重山諸島の開発提案が受け入れられなかったため、田代は当時ついていた農商務省を1886年に辞職した。しかし同年、東京帝国大学によって、八重山の植物、休館の調査を嘱託され、 再び南西諸島などの調査に出向いた。1892年に東京地学協会の報告主任権事務を嘱託される。1895年に台湾総督府民政局への赴任を命じられた。1914年に一時、鹿児島高等農林学校の嘱託教員となったが、翌1915年には再び台湾総督府に嘱託され、 1924年に食卓を解かれるまで総督府に勤めた。1928年に死去。没後、長谷部原人の手によって沖縄欠条項が刊行された。つくし一つば天南省の学名、有沢馬田代は田代への懸名。田種は植物の学名で命名者を示す場合に田代安定を示すのに使われる。沖縄コンパクト辞典。 明治の冒険科学者たち、柳本道彦著書表、読売新聞2005年6月5日、東京版16面、西野章太郎、日本最初のオセアニア民族学者田代安定、なぜ今日の民族学会で無視されるのか太平洋学会学会誌79から83、三木県、台湾に田代安定の資料を訪ねて、幻の休館調査報告書の出現、 沖縄大学地域研究所、年報1968から171、栗田文子編、バラさん、琉球王朝時代の数の記録法、ISBN4 から87449から 238X。ありがとうございます。